日見夢大橋は、長崎県長崎市に架かる、長崎自動車道の橋である。1982年11月17日に、長崎たらみインターチェンジ大村インターチェンジが、開通。1990年1月26日には、長崎たらみインターチェンジ都市 JCT 間が、結ばれた長崎自動車道は、全線開通を目指し、長崎たらみインターチェンジ。 長崎インターチェンジ間の建設が進められた。このうち、長崎たらみインターチェンジ長崎すすき塚か、インターチェンジ間の姫夢大橋は2000年12月に着工。2004年3月27日に、長崎たらみインターチェンジ長崎インターチェンジ間が、暫定に車線で開通した。元橋の建設時の過小は、姫橋であったが、 長崎市立姫小学校3年生の女子児童により、姫夢大橋と命名された。元橋は2004年度に土木学会、田中賞及びプレストレストコンクリート技術、協会作品賞を受賞している。暫定に車線で供用されていた長崎たらみ、インターチェンジ以南のうち長崎たらみインターチェンジ、長崎すすき塚インターチェンジ間は2012年3月に4車線化の事業許可を受け、 拡幅工事に着手。日見夢大橋は既存の愛機線の東側に隣接し、同一の形状の橋が仮設された。2019年3月29日に通気線が開通し、対面通行だった愛機線は上り線として使用される。計画当初から景観性や環境への調和が重視され、耐久性と軽量化がキーワードとなっていた。橋梁形式は、 エクストラドーズド橋都市、橋桁には、波形後半ウェブが採用された。ウェブとは、箱型の橋桁の底部の床板から、上部の床板を支える柱の役割を持つ部材である。コンクリートに変えて、後半を使用することにより、橋桁の軽量化を図ることができ、橋脚や基礎など株構造への負担軽減が可能となる。さらに後期短縮や製作コストの低減など、 思考の合理化にも寄与する。後半の形状を波形とすることにより戦乱や雑屈に対する体力が得られる。波形後半同士の接合は高力ボルトが使われている。エクストラドーズド橋への波形後半ウェブの導入は元橋が世界初の実績となった。島町は91.75メートル、180メートル、91.75メートル。 桁の高さは4メートルに収められた。首都の謝罪接合部は広角構造を採用し、外観は局面を多用した造形とした。型枠は木製のものが製作されたが、首都間での転用を考慮し最小限の個数に収められた。ワーゲンと呼ばれる、大行の移動式釣り型枠装置を使用した、ディビダーク工法で施行され、役割を終えたワーゲンは、 謝罪のある条件下で解体する前例のない方法が取られた。愛機線に続いて4車線化のため隣接地にかけられた通気線は愛機線とほぼ同一の構造であるが、麓側に当たるため全長373.5メートルとなり、愛機線の365メートルに比べやや長くなっている。愛機線の実績を踏まえ、中空部材を使用したナップ工法から、 首都コンクリートのひび割れ対策を目的として、PC 暴行への変更、箱下田内の耐水対策などの改良がなされた。ありがとうございます。